はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編極上、こちらのフロア2ですね、あフロア4です3ですね、攻略していきたいと思います。では、パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーロハンですね。直脚の移動、完全生物、イカサマをつけています。続いてリオですね。ナイフリオ、積もる恨み、ナイフトラップ、焼けを入れています。そしてフレンドは小一くんですね。行ってきます。では参ります。もうほとんどナイフ進行でいきます。いきなりゲージがないので、ゲージを稼いでいっております。パッ、ゲージを稼ぎました。そしてなぜか予定より倒せております。さあナイフデュオでこれからスタートです。第2ラウンド開始です。痛いですが、まあ関係なく進んでいきましょう。ゲージは溜まっていく。さあそして第3ラウンドですね。シーザーが降ってきましたね。シーザーは確かヒト数分減らしてくるので、まずはシーザーを倒しておきましょう。さあ最終ラウンドです。ゲージがほとんどない状態でのチャレンジとなりました。ここはもう強引に ゲージを回収しておきます。さあ今度はできました。ユカコがいる限りはゲージがたまりにくいですが、まあもうしょうがないですね。ナイフで処理していきましょう。そしてゲージが取られていきます。最後はですね、死亡時カウンターもありますので、奥安から丁寧に倒していきましょう。そして形状に倒されて、あら残っちゃいましたね。体力ありすぎましたナイフリオが。
はい、無事終了しました。クリアすることができました。ありがとうございます。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次は最終フロア、極上の最終フロア4を攻略していきたいと思います。ではラサバタイム。